イオンモール、大阪ドームシティは、大阪市西区にある、イオンモール株式会社が管理、運営する、ショッピングセンター。2013年5月31日午前9時に、オープンした。各店舗は、イオン、大阪ドームシティ店。地上5階、地下1階建てで、延べ床面積約7万6千平方メートル、商業施設面積約3万4千平方メートルの、規模を誇る大型店舗。 建物の耐震性や津波対策を強化し、非常時でもエネルギーを確保できるよう、ガスコージェネレーションを導入するなど、災害に強いショッピングモールを目指した、防災対応型の次世代店舗、スマート4ン第1号店でもある。京セラドーム大阪に隣接し、2階、ドームデッキ入り口が、京セラドーム大阪3階の外周デッキと、直結している。また、地下階は、 阪神電気鉄道阪神、南波線ドーム前駅改札口と直結しているほか、地下鉄長堀鶴見緑地線ドーム前、千代崎駅とも地下連絡通路で直結している。もともとは、大阪ガス発祥の地である岩崎町工場があった土地であり、大阪ドーム開業に合わせて建設された、アミューズメント施設、パスカル、道の跡地である。 同施設はドーム前駅建設工事のため2007年に閉鎖され、以後しばらくは資材置き場や工事車両の拠点などとして活用されたが、駅開業後はさら地となっていた。土地の所有者である大阪ガスは2011年にこの地にイオンのショッピングセンターを誘致することを発表していた。詳細は公式サイトを参照。店舗は1階が食品のフロア、 2階がファッションと服飾雑貨、ヘルスビューティケアのフロア、3階がファッションとキッズのフロア、4階が暮らしの品のフロアである。1階食料品売り場では全国のイオンで初めて店内の自家美容で焼く釜焼きピザを販売するほか、惣菜コーナーにはイートインスペースが設置される。また、オープン時点では沖縄県出身者が多い大象区のニーズに応え、 各売り場で、ブルーシールアイスクリームや三品茶、和下、ポークなどの沖縄関連商品を販売していたが、2014年11月時点では、退店している。1回専門店は改装され100円ショップキャンドや、スタバ、成城シー、トンカツサボテンなど12店舗あり、賑わいを見せている。ありがとうございます。